過去に厚生年金基金に、加入されていた期間がある方の場合で、日本年金機構以外に、基金に対しても、最低請求を行うということはよくあるわけですけども、基金から支給される、基金代行額と言われるものも含めてですね、在職老齢年金の支給停止額の計算が行われますので、報酬が高い、経営者の方等の場合はですね、実際は基金代行額も支給停止になっている方が多いわけです。しかし、もしね、ご加入の基金において、報酬比例部分の代行額以外の、基金から独自に給付されている部分について、報酬との調整の仕組みがない、のであればですね、その部分については、基金に最低請求を行うことでですね、受給できるようになります。このあたりのですね、基金の代行部分、基金独自給付とですね、それから年金支給停止額との関係についても、ご存じない経営者の方は結構多いように感じてます。厚生年金基金加入期間がある方についてはですね、基金への最低請求も済んでいるかどうかというのは必ずチェックをいただきたいと思います。で、そうですね、日本年金機構への、老齢年金請求だけでなくて、厚生年金基金への請求、最低請求も行っているものの、老齢厚生年金、も基金代行額も報酬との調整で、支給停止になっている場合であってもですね、法人の代表取締役様とか取締役様であれば、働きながらそれらの年金を受けるのを諦める必要は実はないんです。年収を変えなくてもですね、役員さんの場合は報酬の支払い方を変えるだけで、年金が受けられる金額が増える、ということにつながりますので、ご関心がございましたらお問い合わせください。